情念司チャンネルニュースの虎川赤尾、はい、始まりました。今日の2本目でございます。チャンネル登録皆さんお願いします。まあこちらね、欲しい人は、個別の1万人ハブデンのショップで買ってください。はい、ということで、今日の2本目なんですけど、みんな大好き三峡ダム、はい、ということで、ちょっとシャレになってないです三峡ダム。はい、いつもね、まあ三峡ダム決壊決壊と言ってね、まあ噂になってるところですよ。まあインド軍もね、中距離弾道ミサイルで、ターゲットにしているという話もあるし、台湾ももしチャイナと戦争になったら、このね三峡ダムにミサイル撃ち込めと言ってるぐらいの、まあ、非常にあの重要拠点ですよね三峡ダムね。はい、この三峡ダムがですね、なんとちょっと今 まずいやばい状態になっていると。ね、三峡ダムってね確かね145メートル、のね、水位145メートルまでが一応ギリギリセーフなんですけど、もうなんか今これ2メートル超えてるというニュースが、伝わってきております。一回ねそれあのこうだいぶ放流してね、あの下流、まあ、かなり増水したんだけど無理して放流して、余裕を持ったらしいんですけど、もうねここ数日の雨でまたこの、昨日ねあの報道ジョネーションで言ったやつね、あのちょっと余裕を出そうと思ってやったやつがもうここ数日でドーンとこう埋まってしまって、もう2メートル超えているということでございます。かなりまずい状況なんじゃないかなということでね。でまあいろいろそのまあチャイナ嫌いの人がねツイッターでこう生やし立てているので、まあ実際のところはどうなんだろうなということで、まああのね、あのまあその滅ぶ滅ぶ言うてチートも滅ばみたいなねことではしょうがないので、一応ねそのあのチャイナの公式メディアね、共産党の下であるですね、人民日報のね、ツイッターあるんですよ。なんかこれ、対外宣伝工作だと思うんですけど、このツイッター、まあさすがにこれはね、まああの、まずいことは出てないんですけど、一応、ギリギリのところまで書いてあると思うんで。でね、これ昨日の、これ昨日も紹介したかな。昨日のね、午後4時46分、まあほぼ 5時ですね、午後4時46分のツイートで、重慶市がですね、厚生省洪水警報発令と、いうことで、降雨の影響により80時間以内に、重慶セクションで歴史的な洪水が発生すると予想されているという、まあ、ニュースを昨日お伝えしました。でその後なんですけれども、同じくね人民日報のね、これツイッターかな、あこれ人民日報じゃないな、ごめんなさい、ね人民日報じゃなくて個人の方ですかねこれね、これちょっと見せちゃうといろいろ問題あるので、あこれ一番最近のやつだ、その後のね人民日報これだ、あ、やべ、なんでこんなのちょっと、やばい。これです。今日の朝5時、今日の朝5時のですね、ツイッターでね、人民日報はこんなこと言ってます。これ、機械翻訳なんで、今後、長江、のこの大雨はってことかな。後世チワン族自治区、重慶市湖北省などの洪水が深刻な被害をもたらしましたと。激しい雨が降り非常に多くの場所で緊急事態が発生しています。水位が高く、人々は心配していると。高校村の、村長の、洪水制御は洪水に流されました。これちょっと意味わかんないですね、まあ、なんか村がどうも流されたみたいですね、流されました。乱入が多ければ多いほど、なんだ、より少、ちょっとこれ意味わかんないですね。はい、まあ要はより少ないダメージでこれに対処する必要がありますということで、まあ、対策が必要ですみたいなことを、この人民日報がですね書いています。もうなんかその一個村が流されたっていうこととかですね、それからもうすでにちょっと洪水状態になっているということをまあ認める内容ですね。それからあとね、ツイッターに出てる、まあこれ画像というか動画なんですけど、あの重慶って街皆さん行ったことあります？あの僕はね実はね行ったことあるんですよ。今からね何年前だろう、30年近く前に、はい、あの大学の卒業旅行でね重慶に2泊3日で泊まってました。あのチャイナ1ヶ月かけて待ってたんでね。で重慶っていうのはね、あの2つの川が、交わるところにあるものすごいこう崖の上のこう街なんですよ。なのであの街はねこうそういうこうなんていうんですか、取ったのがこう細くなってて、でそこに確か船着き場があって、で自分はそこから船乗って武漢まで川下りしたんですよね。で当時はまだ三峡ダムがなくてですね、非常に美しいこの三峡の景色を見ながら行ったんですけど、まあ、重慶というのはそういう意味で眺めのいいところなんですよ。結構高いところに街があってね、まあ、ラピュタとまでは行かないけどもうちょっとごちゃごちゃしてるんだけど、そういう街なんです。なのでそういうこう高くなってるところに雨がドバーッと降るとどうなるかというと、その重慶の街がもう水浸しになって、でその水がですね崖からジャーってこう滝のように流れ出るわけですよ。はい、で今その滝のように流れて出てる動画を今私は見ています。はい、うわこれすげえなって感じで、
もうなんていうんですか、あの花火のこうナイアガラでしょ、あれみたいな感じで、もうあの、道のフェンスからですね、そのまあ崖になってるんですけどね、横がね、こうずーっとこういう感じのね、こういう感じですからね、住居の街ではね、ここブワーっとこう横から水がジャバ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 落ちてるという動画を今私は見ております。それからあとね、これはあの、だいぶ前ですね、もうちょっと前の、今から何日前だ、6日前ぐらいですね、もう6日前の時点で、テレビ朝日系 ANN ニュースチャンネルですけれども、チャイナの南部で豪雨、850万人被災ということで、あの伝統の橋がね、流されたっていうようなニュースもこれ出ております。それからですね、これは、6月9日ですね、もっと前ですね、もう ずっと降ってんのね、6月9日の段階で、NHK ニュースですけども、チャイナの南部で大雨、9人死亡、5人行方不明、12万人避難ということでですね、6月9日の段階で12万人避難だったのが、この、6月17日の段階、10日後ぐらいですよね、850万人被災ということで、どんどんこれが増えているということでございます。で、それでね、あとね、これ今日のニュースですけれども、今日出たニュースで、まあ、事件が起こったのは21日おとといなんですが、重慶の方ね、まあ重慶市で地元の小学生8人が川遊びをしていたところ、1人が深みにはまって溺れて、残る7人が助けようとして飛び込みましたが、全員が溺れて亡くなってしまったというですね、痛ましい事故も起こっております。いや、こんな大雨の中川遊びちゃダメだよ、見に行くのでも危ないですからね、はい、結構シャレになってない状況でございます。はい、それからあとね、これですね、これもね、14時間前にツイッターにアップされた動画なんですけど、今これ見てるんですけど、これ機械翻訳によるとですね、重慶の、旗に、江戸の絵って書いて紀行っていうのかな、紀行の町が危機に瀕していると、まあ重慶郊外の町だと思うんですけど、国道が浸水しているということで、これ見るとですね、もうほとんどね、おーやばい、音で衝突した、はい、もう川がね、国道をもう寸断しちゃいまして、もうこの濁流がドブワーって流れてて、もうこの消防団員ももう呆然と見ているみたいなね、そんな状況の絵が、ここで見れております。まあ様々な情報を総合するとですね、これ結構やっぱやばいかもしれないですね。まあ今回の洪水80年ぶりということですので、果たして三峡ダムは耐えられるのかね。まあ上から見るとね、もうなんか曲がってんじゃねえかとかいろいろ言われてる三峡ダムですけれども、本当に大丈夫なんですかね、重力式だから大丈夫とかね、いろんな意見あるんですけれども、これ仮にね、ダムが決壊しなかったとしても、ダムがそのまあ、貯水能力を超えてもういっぱいになっちゃうとね、結局溢れ出ちゃうので、ダムをまあ守るために放水しなきゃいけないんですよ。でその放水が、洪水を巻き起こしてしまう場合もあります。で私三峡下りってね、昔やりましたけど、武漢から、ごめんなさい、重慶から川下りしていく途中にね、武漢に川下りする途中に三峡があって、そこがダムになってるんですよ。はい、でその、要は三峡が崩れてしまうとですね、真下には武漢の町が実はあるんですよね、今話題のね、武漢の町があって、でざっくりね、チャイナの人口の4億人ぐらいがそのまあ、三峡ダムの下の流域に住んでいるというふうに言われています。であんまりねちょっと詳しくは言えないですけれども、福島香織さんのね、有料メルマガぜひお読みいただけるとすごい詳しく書いたんですけど、なんかね、この、武漢からこのね下流域についてはですね、チャイナの人民解放軍のいろんなロジスティクスをやる、まあそういう基地がいっぱいあるらしいんですよ。でこれ全部水没しちゃうとですね、救助隊も軍が救助にも行けないという結構まずい状況が起こってしまうということも指摘されています。他にもね、福島さんのメルマガすっげークリティカルなこといっぱい書いてあるんで、これ有料メルマガなんであんま喋れないんですけど、もしご関心ある方はフーミーってところでね、福島さんの有料メルマガ出てるので、まあ、よかったらそれ見ていただければと思うんですけど、まあそんな感じでですね、まあ三峡ダム死守なんですよ。前にね、確か江沢民の時代かな、胡錦涛の時代かな、やっぱ重慶が本当にすごい危なくなって、もう人海戦術でね、解放軍投入して守ったってことがあったと思うんですけれども、まあそれに匹敵するような今事態が、起こっているということで、まあ、今ね北京でちょっと流行り病が再発しつつあってね、大変な状況にあるんですけれども、南の方では自然災害でということで今ちょっと大変なことになっております。でそんな気になるですね、重慶の今週のお天気なんですけれども、今日はですね小雨、夜間は曇りということですね。で明日は、明日明後日はですね、
水木金ですね。水木金は雨は降らないようですね、重慶は。まあ、ただ、重慶よりもその上流の流域でダーって雨降るとですね、結局全部重慶で集まっちゃいますからね。重慶も2本の川が合流してる場所なんで、集まっちゃうんですけど、まあ、とりあえず重慶は降らないと。でどうも土曜日にですね、やや強い雨、昼、夜にはねかなり強い雨が降るというふうに言われているので、今週末は結構クリティカルになるかもしれないですね。はい、まあ大変だと思いますけど、早めの避難をね皆さん心がけていただければ。あ、そうだ、これ見れないかもしれないですね、あの国だとね。申し訳ないですけど、まあ一応見てる人もね、 VPN で見てる人もいるかもしれないので、日本語わかる人に呼びかけておりますけど、早めの避難をね心がけていただいた方がいいかなと。まあ三峡ダム、まあとりあえずここまで耐えてきましたけれども、仮に崩壊しなかったとしても、決壊しなかったとしても、まあ、放流するとですね結構大きな被害が出る可能性ありますので、下流域の方もぜひねお気をつけいただければなというふうに思っております。まあ、このニュースはですね引き続き来週も追っかけていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんもですね、まあ、いろんな情報をですねチェックしていただければというふうに思っております。はい、じゃあ最後にチャンネル登録お願いします。ガー